はい、じゃあ続けていきますよ。うん、どっちだ、あ、え、俺か、そう、よいしょ、2って、ね、1、2、好きな家を、引っ越しできる。え、住んでいる人がいれば追い出してよいとか言ってすごくない？ダメじゃね、追い出しちゃダメでしょ。4万円の家か、ちょっとここら辺になんかちょっといい感じの家あるな。そんなことはない、これローン払ってるから、ローン払ってるから。何の話で、ね、いや別にやんなくていいんでしょ。やんなくてもどっちでもいいんで。やんないよ。心優しいね。当たり前だろ。でもキットはね、盗むためにやってるから、俺だったら多分盗んじゃうかもしんないけど。最低じゃねえか。俺の場合これ盗んだらバカでしょ、多分。あの俺たちの低いやつ盗もうとしちゃう。じゃあ次。いいの。うん。優しい。これね、多分評価上がるよ。当たり前でしょうよ。俺は下げてやる。何言ってんの。来たね。いいです。やんない。えい。10来た。こっちか。出た。家族でキャンプ。じゃあ俺も一人につき2000円。うん。2000円だね。だから8000円は集まればいいんだね。そうやね。そういえばね、ちゃんとね、人増えといたからね。そう。前回。透明人間だった。最初とかいない程度とか言って。いる程度とかいない程度とかね。面倒くさい。いる程度とか。じゃあ次俺か。おぉ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。おぉ、いいじゃん。オークワガタ発見2万5000円もらうって。きた。見えてんのこれ。ギリ俺映って。赤い車がね。2万5000円。じゃあ、次は、キットの番で。4。1、2、3、4。スノーボードで出す。骨折、生命保険入っていれば100,000、まあ1万円もらう。2枚の場合ってどうなっちゃうんだろう。1個俺に1枚返却。なん、え、何、2枚の場合って何。スノーボードで骨折し入院1回休み、生命保険に入っていれば1万円もらえる。生命保険入ってる。うん、嘘やん、入ってん。あ、じゃあ一回休みね。で、1万。一回休みだね。一回休みで。はい。くそ。ちょっと動かすか。ちょっと見、カートが見えない。カートとか言います。マリオカートみたいな。シュッ、ちょっとこんな感じね。そのぐらいだね。ルーレットが見えない。ルーレットはね、自分たちで9とかやるかな。そうやね。じゃあ行きまーす。8 1、2、3、4、5、6、7、8。ならないよ。で、給料日ね、3000円で自動車券入ってるわ。じゃあそのままね、じゃあね、3万円の給料をもらえる。じゃあ次はね、キッズの番で1。しょぼいな。あ、俺休みじゃん。あ、そうだ、まあ休みで。じゃあダメだ。今のなしね。なし、休みだったっていう。8、これ通り過ぎてるやん、これ。1、2、3、4、5、6、7、8。フリーターになっちゃう？おーい！でもその前の給料入るから。買うてん5000円の顔。最後の給料だね。ほんまやわ、最悪やん。なんやねん、フリーターになるって。3万5000円になって。3万じゃないの？給料。買うんだって。あ、そっか。株券ね、買っちゃった。カットカント。そしてフリーターになる。株券を買ってフリーターになったみたいなもん。ああ。株券ね。最悪やわ。なんやねん、それ。6。1、2、3、4、5、6。カラオケでストレス解消、1人につき1000円から。払う。4000円。じゃあ5000円の1000円で落とすね。でも進んでるからいいじゃん。先に、一人先に。いや、だからって。1、2、3、4、5、6、7。いや、俺が読むから。オーストラリアで、うん、熱気球。あ、熱気球、ね、いいよ、そう、5000円払う。なんか損しかしてないさ。もともとそんな
損ばっかりだね。じゃあいくよ。はい。回るね。9。やばいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ならねえな。まず給料日を欲しい。なんもない。なんもないね。やんないよ。2万5000ね。ありがとう。いけ。いいか。発表しなくていいか。うん。めんどくせえよ、なんか。7。1、2、3、4、5、6、7。スピード違反。5000円払う。自動車券があれば没収される。なんやねん、それ。何、フリーターになって自暴自棄になったのか。どうしたんだよ、政治家。ほんとだよ、元政治家だよ。俺は3マス狙う。今度は。ああ、ランクアップ狙う。ランクアップをね。じゃあ回したよ。いいよ。え、ああ。あ、でも政治家だ。あ、すげえ、俺給料日やってねえや。まあ、とりあえず俺ここにいるけど、給料日。うん。じゃあ、いや、ちょっと、手前する処理して。ああ、そう。3万ない？やるやる。3万な。給料日。ああ、3万。なんじゃないよ。医者から政治家になる。ああ。俺が政治家になっちゃった。ちょっと待って、俺給料日やってなかったね。そう、給料日ルーレットでね。出たマスの出た数の1000倍。9000円。よかったね。何これ。いや、いらない。9000円か。ちょっときつくなってきた。なんかやだよね。はい、いいよ。じゃあ、回したよ。はい、あれ回したんだよ。こっち行ったじゃん。あ、そうだそうだそうだ。うん、どっちにせよさ、俺止まる。あ、俺今進むんだ。おーい、めんどくせえ。2万5000円。2万5000円？そう。2万、そう。株券も買うから、ああ。2万5000円欲しい。どっちにしろこれもう、これ、行くんでしょ。そう、どっちにせよね。これもうワープしてるみたいなもんで。あと、株券ね。しゃあで、でルーレットやりますよ、ね、ストップでね。ギャンブルは行きたくない。ギャンブル行きたくない。あぶねー、願い叶ったじゃん。約束、約束持ってねえ。何やってんの。自分や、自分だね。はい、5って、1、2、3、4、5。パソコン購入。パソコン購入。2万円払うの。バカみたい。バカみたいって言うの。2万で買えたら本当はいいけどね。実際ね。お小遣いで買えるの。9。早いよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。お、ピッタ給料日やん。株券2万5000円で1枚買う。とりあえず給料ね。うん。4000。悲しい。買わねえよ。誰も買わねえやん。買わないの。どうしようかな。まだ金たくさん持ってんじゃん。2万5000円でしょ。うん。買っとこうか。買っちゃった方がいい。これは買った方がいい。太っ腹。はい。じゃあいいかな。うん。10。行きたん。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、イエーイ、来た、ほら。まあ、俺入ってねえから、スピード違反でしょ。まあ、5000円だけ払うよ。5000円だけなんだよ。払わないといけない。あとは給料日で、もう5000円でさ、自動車保険入ってもさ、うん、結局5000円減るよ。じゃあ、3万円。じゃあ、俺やね。6。1、2、3、4、5、6。川が溢れ、家が水浸し、修理費として家と同じ金額を払う。俺ちょっとマジで。川が溢れて何やねん。家が水浸しって。家ここでしょ。あ、まあ近いのか。これ川ちゃうやん、これ。川ちゃうで、これ。川これやって。何やねん、それ。おかしいやんって。何それ。じゃあとりあえず払おう。3万でしょ。
俺んちの取ってたらさ4万だった。あ、そうだね、危なかった。いいことするってもまあいいこと書いてくる。じゃあ次俺だね。そうやね、どっちにしてもここだけどな。そう、あってない、ちょっとね、なんでやねん。あ、そうかそうか、そうで、ルーレットか、またでしょ。うん、ギャンブルやれよ。ギャンブルやりたい。さあ、来た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 。入場料1人につき2000円払う。8000円 ね。またか。俺1000円札なくなっちゃう。金持ちの悩み。でこれ1マスずついくんでしょう。そう。じゃあね、まさかのキットが、キットが、ね、じゃあ俺のカート履けてね、これ。ちょっと位置変えまーす。後半になってきたね。来たね。じゃあまあ今の現状としてね、まあまずライターですよ。ライターの現状報告として、あのまさかのあの職を失うというね。職を失いフリーターになりましたと。してんでまさかのあの家がね水浸しになるというね。でキットがね、なんと元々医者だったのが政治家にね、なりましたね。ほんでまあで今このギャンブルゾーンにいるわけでございます。おお。ね。ギャンブル。はい。というわけで、ワイワイプレイね。うん。とりあえず、ね。パート2。とりあえず、これ、終わります。まあ、続けて、やっていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。